一気に来ました。いかがでしょう。あ、強烈だ。うわ、ちょっと鼻水がいきなり鼻水出てます。強烈だ。どうも、激辛ジョニーです。今日も皆さん、新気をつけちゃうぞ。やってきました。はい、ということで本日は東京は豊島区池袋にやってまいりました。本日はなんとこの池袋にとんでもない激辛混ぜそばがあるということで、本日私やってまいりました。そちらの名前がですね、ラストサバイバーと言われる激辛混ぜそばでございます。なんとも恐ろしい名前ですけれども、なんとこちらのラストサバイバー、あの過去にギネスに登録されたキャロライナリーパーを使っているということで、とんでもない辛さだと。果たしてね、このラストサバイバーを食べて生き残ることができるのか楽しみでございます。本日のお店がこちらです。ドン三ツ矢堂製麺池袋サンシャイン60通り店でございます。サンシャインのね、この通りのね、あの真っ只中にあるんですけど、見てください、これ激辛混ぜそばザ・ラストサバイバーということで、超激辛 VS 人類、食べたら終わりと。50人中何人食べれますかみたいな聞いたら、1割も食べれないということでね、とんでもない辛さだと。だからね、本日私このザ・ラストサバイバーと対決して、激辛 YouTuber として生き残りをかけた戦いに勝利したいと思います。それでは行きましょう。レッツゴー。すいません。はい。この激辛混ぜそばザ・ラストサバイバーお願いします。はい。ということでこちらが来ました。激辛混ぜそばザ・ラストサバイバーでございます。見てください。これやばいね。もう見たか、もう見た目がもういかにも辛そうですけども、過去にギネスに登録されたキャロライナリーパーをフレーク状にしたもの、そしてタイの激辛唐辛子プリッキーヌ、あと粗刻みにしたものも入っております。そしてこちら、こちらがですね、カプサイシンエキス、辛味成分を抽出したカプサイシンエキスがこちらに入っているということでね、これはちょっと後で入れましょう。はい、やばそうね。すでに汗やばいですよ。いただきます。さあ、ザ・ラストサバイバーお手並み拝見ですよ、ということで、じゃあとりあえずじゃあチキンから、はい、いただきます。一気に来ました。いかがでしょう。あ、強烈だ。うわ、ちょっと鼻水がいきなり出てます。強烈だ。これはかな、これはかな、これはかん。今回汁なしですもんね。うお、匂いが、匂いがやばい。強烈。激辛味噌を使ってる。味噌ラーメン。味のベースは味噌。うわ、これは辛い。すごいボリューム麺。しかも辛いのがすごいまとわりついて、混ぜそばだから笑うしかできないです。まあでもちゃんと美味しさを感じますよ。もちろん美味しいですよ。すでに汗が止まらないですね。今日ちょっと帰りたそうな顔してますけど。帰りたい。チキンをね、もうこれ持っただけで、ほら、ほろほろ、柔らかい。どんどんいっちゃいましょう。おー、いきますね。チェーン店の辛さじゃないよ、これ。関東を中心に十数店舗お店出してるらしいんですけど、はい、あれだ、これこれは辛い、これは辛い、これは辛い、これは辛いんでしょうね。本当にいつものジョニーさんとちょっと様子が違います。さあ、完食することは本日できるのでしょうか。ほら、中にほらいっぱい唐辛子が入ってる。うわ、すごい。あ、本当だ、本当だ。すごいな、これ。小さいものから大きいものから麺に絡みついて、これはえぐい。これはえぐい。これから、うん、うわ、汗がすごい。もう汗で表してますから。そして飲み込めてないですもん。どうだ、通んない。この暑さがもう吹き飛ぶレベルの辛さみたいですね。じゃあそろそろ、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、早い。これいくから、先これいくから。あ、それも唐辛子ですか。タイの激辛唐辛子プリッキーの
どうぞ。噛めないからさ。それにしてもちょっと汗が。泣いてますね、さりげなく。これはサバイバルできないよ。待って、これマジだから。ここ最近撮影ついてきましたけど、その中ではもうダントツ。ダントツダントツだよ。さあ、ただいま、どうですか、麺はほぼ減ってないっていう状況ですからね。これだけでも十分激辛ですよね。うん、このオイルが、これオイルやばいらしいよ。ちょっと毒味してよ。無理です。一般人この匂いだけで厳しい。 お箸でさ、ペロってちょっとやって。腹壊しますよ。え、腹壊しますよ、私。お願いします。一応つけました。いきます。なるほど。リズム。やばい。これは死にます。嘘でしょ。死でやばい。これやばいの？ガチでやばいです。もうヒリヒリがやばい。一滴だけで。リアルに反応できない。後じわです。後じわ。僕もベロ痛い。もうジョニーさんだけ待ってください。待ってます。一滴だけで。どうでしょう。逆に今日は入れないで。あー、これね。これやばいやつだ、これやばいやつだ、これやばいやつだ。オイル、オイル投入開始してから20分でやっとジョニーさんが動き始めました。入れましたね。全部投入しました。全投入です。いきましたね。これはやばいぞ。俺は生き残りたい。頑張れ。食べたら終わり。終わりたくない。さあ、未来へ行きましょう。一気に行きました。オイルがたっぷりついた。さあ、果たしてここから飲み込むことができるのか。行きましたね。まず行ったぞ。お、結構一気に減ったんじゃないでしょうか。これを飲み込むのが辛そう。本当の激辛。さあ、きつそう。ここ最近の撮影で一番きつそうです。頑張れ、ジョニー。これは辛い。これは辛い。これは躊躇してしまう。いけ。あと少し。すっごい汗だ。あと少しではあるんですが、全く口元に持っていくことすら厳しいという。ラスト、ラスト一口。これ、いったー。さあ、ラスト残りの一粒まで。いった。完食です。完食しました、ジョニーさん。ああ、これは辛い。ごちそうさまでした。これはあかん。チェーン店の辛さじゃない、これ。これはしんどい。お疲れ様でした、ジョニーさん。もうグワッ、口
口の周りも赤さが尋常じゃないですね。もう喋るのも今日はきついんじゃないですか。もうダメ、もう帰ろう帰りましょう。辛さレベルだけ教えてもらえますか。 9.5。 ラーメンじゃなかったことだけが唯一の救い。なるほど。スープあったら汁が少なかった。スープあったら食えなかったわ多分。お疲れ様です。もう今日は言うことないでしょう。本日も最後までご視聴いただきありがとうございます。この動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。動画設定の通知もぜひオンにしていただくと、僕の動画が更新されたら通知がいきますので、ぜひオンにしてくださいな。ということでまた次の動画でお会いしましょう。またね、バイバイ。生き残った。